深掘りニュータニックスへようこそ。今回はフローを使った環境の分離についてご紹介します。フローによる分離のセキュリティポリシーを利用することで、2つの環境同士の通信を簡単に遮断することができます。設定は次の2ステップで完了します。まずはインターネット環境、内部環境というカテゴリを作成し、それぞれの仮想マシンに割り当てます。インターネット環境と内部環境を分離するセキュリティポリシーを作成し有効化します。これで2つの環境同士の通信が遮断されました。それではデモを見ていきましょう。今回のデモではこの仮想マシン12と345をネットワーク的に分離します。それではフローが有効化されていることを確認しましょう。適切なライセンスを持っているかつ無効の場合はこちらの画面から有効化してください。次に仮想マシンに適用するカテゴリを作成していきます。カテゴリの名前と選択可能な値を指定し保存します。インターネットとインターナル、内部を選択可能な演武というカテゴリができました。作成したカテゴリを仮想マシンに割り当てていきます。仮想マシン12にはインターネットというカテゴリを割り当てます。仮想マシン345にはインターナルというカテゴリを割り当てます。カテゴリを割り当てていない仮想マシンは分離の対象外となり、どちらのカテゴリへも通信は許可されますので、設計及び適用の際は気をつけましょう。セキュリティポリシーを作成する前に仮想マシン1から仮想マシン34にピングを打ってみましょう。まだ応答がありますね。次にセキュリティポリシーを作っていきます。ここではアイソレーションポリシーを選択します。ポリシーの名前、目的を入力し、分離するカテゴリー、インターネットとインターナルを選択します。設定を保存し、まずはモニタリングモードにします。まだセキュリティポリシーは有効化されていません。設定に問題がなければセキュリティポリシーを有効化しましょう。これでセキュリティポリシーが有効になりました。ネットワークが遮断され、仮想マシン1から仮想マシン34へのピングも応答がなくなりました。以上でフローによるネットワーク分離は完了です。皆様もぜひご活用ください。